プラン。ティアコンを倒し、ここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパー。よし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私をなめたことを後悔させてやろう。あのような者たちと比べられては困るな。思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。
くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早く蹴りをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げるのかお前。逃げる違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなのダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったって。見つかった、見つかったジュンはどういうことだ。はっ使わせてもらうぞ貴様を。はぁん、やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビリーに利用されようとしているのです。無心になりなさい、何も考えてはいけません。うるせえ、ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんな奴に操られないで。しまった。いいぞいいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。